氷川きよし、シ、いい頃合いにフラストレーションたまった演歌への思い告白。長年勉強してきてよかった。歌手の氷川きよし、シ、47が14日までに、自身のインスタグラムを更新。演歌への思いを伝えた。氷川は8月の東京公演を皮切りに、復帰後初となるコンサートツアー。きよし氷川プラスキーナ、25th フィフスアニバーサリーコンサートツアー。 キーズナを開催。台風7号の影響で来年1月に振り替えとなった1公演を残すが、今月25日からは、25周年記念劇場コンサートツアー、キズナが始まる。この日ヒ川はストーリーズで、次は劇場コンサートツアーキズナとコメント。思いっきり名いっぱいコテコテの演歌歌いたい、いいひー、と絶望し、 いい頃合いにフラストレーションたまったわ、演歌を身体が欲してる。章、と明かした。そして、演歌大好き。喜ばれる。長い間演歌勉強してきてよかった。やっぱ日本人だな、と綴った。続く投稿で、後藤の船出と海の男を描いた自身の曲を紹介。イントロ聴いただけで泣けるこれは歌いたい。 男らしい、いい,い、く、と、マッチョな絵文字を添え、えんやれえんやれえんやれや、と歌詞を弾いた。